1976から1977シーズンの NBA は NBA の31回目のシーズンである。ABA は1967年に創設されたがすぐに経営難に陥り、1970年には早くも NBA との合併案が持ち上がった。しかし合併によるサラリーゲンを恐れたムッの妨害によりこの案は頓挫していたが、 1975年には、ムッパとの裁判にもようやく決着がつき、NBA による ABA の吸収合併が決定した。これにより、NBA にとっては厄介な存在であった ABA の9年に及ぶ活動に終止符が打たれた。ABA 解散時の7チームのうち以下の4チームが NBA に加盟したため、NBA は既存の18チームから22チームに、 ふくれ上がった。内は、ABA 解散当時の主な所属選手。は、NBA との合併直後にチームを移籍した選手。上記の4チームは320万ドルを加盟量として、リーグに支払わなければならず。さらに、ニューヨークネッツは、同じニューヨークに、本拠地を置くニューヨークニックスにも480万ドルの、 支払いが課せられたため、エースのジュリアス・アービングを手放さなければならなかった。前期、ABA の優勝チームであったネッツは、エース不在と、財政難という二重苦のため、長い低迷期に入ってしまう。もっとも、財政難に直面していたのはネッツのみではなく、9年間に及ぶ ABA との競争は、NBA 全体を疲弊させてしまい、赤字に陥るチームが続出した。 またこの頃続発した選手たちの薬物スキャンダルも手伝い、リーグのイメージは悪化する一方だった。ドラフトでは、ジョン・ルーカスがアトランタ・ホークスから全体1位指名を受けている。他、エイドリアン・ダントリー、ロバート・パリッシュ、アレックス・イングリッシュ、ロニー・シェルトン、デニス・ジョンソンらが指名を受けている。また、ABA の解散と同時に消滅したチームのうち、 ケンタッキー・カーネルズとセントルイス・スピリッツの所属選手もドラフトにかけられ、12人が指名を受けた。主な選手の移籍先は、下記の通り。このオールスターゲームは、過去15年間で最低の観客動員数を記録し、さらに新聞社が一社も取材に訪れなかったなど、当時の NBA の低迷ぶりを象徴するようなオールスターだった。チーム数が増えたため、 プレイオフ出場枠は10から12に増やされた。各カンファレンスごとに勝率階4チームで1回戦を戦い、その勝者と上位にチームでカンファレンス決勝をかけて戦う。ポートランドトレイルブレイザーズが誕生したのは1970年。その翌年の1971年、カレッジバスケ界に彗星のごとく現れた選手がいた。 UCLA のスカウトマンである、デニー・クラムはその赤毛の少年のプレーを見た直後、当時の UCLA の男子バスケチームを指導していた、ジョン・ウッデンに、史上最高の選手を見つけたと報告した。NCWA トーナメント6連覇を誇り、カリーム・アブドゥル・ジャバーを指導したウデンは、バカなことを言うんじゃないと興奮気味のクラムをたしなめたが、その赤毛の少年を獲得した UCLA は、 連覇記録をさらに9つに伸ばし、88連勝と2シーズン無敗という前人未到の記録を打ち立てた。赤毛の少年、ビル・ウォルトンは1974年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、ポートランドトレイル・ブレイザーズから全体1位指名を受けて NBA 入りを果たす。ウォルトン獲得前のブレイザーズは、 シーズン30勝以上を上回ったことがないリーグでも有数の弱小チームだった。当然地元からの支持は得られず、工業成績は振るわなかった。1950年に黒人選手が初めて NBA のコートに足を踏み入れて以来、リーグに占める黒人選手の割合は爆発的に増加し、1970年代にはリーグのトップ選手のほとんどが 黒人選手だった。黒人選手の流星は白人ファンの NBA 離れを引き起こしたが、ウォルトンは NBA にとって久しぶりの白人スター選手であり、その自由奔放な性格も手伝って、特に白人ファン層から熱い支持を受けた。彼の所属するブレイザーズの人気もにわかに高まり、1973から74。 シーズンは327,495人だった。シーズン総観客動員数が、ウォルトンが入団した1974から75、シーズンには441,506人と40%、近くの伸びを見せた。ブレイザーズへの熱狂はやがて、ブレイザーマニアと呼ばれるようになった。しかし地元の熱狂とは、対照的に、チーム成績は振るわず、 ウォルトンを獲得したシーズンは前期より11勝を上積みしたものの、ウォルトンは故障が多く、以後も3シーズンをプレイオフ不出場で過ごしていた。シーズン前、ブレイザーズはチーム改革に踏み切った。初期のブレイザーズを2枚看板として支えたシドニー、ウィックスとジェフ・ペトリーを放出し、チームの大幅な若返りを図ったのである。 そして出来上がったチームは24歳のビル・ウォルトン、同じく24歳でこのシーズンに、ブレイザーズに移籍し、ウォルトンと強力なインサイドコンビを築いた元 ABA のモーリス・ルーカス、プロ2年目で23歳のライオネル・ホリンズとボブ・グロース、元 ABA で27歳のデーブツアージ・ジクラが主力を担うという、大変に若いチームとなった。ブレイザーズは、 前期の平均96.4得点から103.2得点と、得点力を大幅に上昇させることに成功し、またウォルトンはキャリアで初めて60試合以上に出場した。好調のシーズンを過ごしたブレイザーズは、過去最高勝率となる49勝を記録し、総部7年目にして、プレイオフ初出場を果たした。プレイオフでは、リーグ首位の勝率を収めた。 ロサンゼルスレイカーズとカンファレンス決勝で対決した。当時リーグ最高峰のセンターだったレイカーズのカリーム・アブドゥル・ジャバーとブレイザーズのウォルトンは同じ UCLA 出身であり、それぞれが NCWA 級連覇の前期と後期を支えた選手だった。二人の対決は1960年代のビル・ラッセル対オイルとチェンバレンの再来と人々の期待を寄せたが、 結果は予想外にもので4勝0敗でブレイザーズの圧勝だった。ブレイザーズはプレーオフ初出場にしてファイナル初進出を果たしたのである。東から勝ち上がってきたのはフィラデルフィアセブンティー・シクサーズである。セブンティー・シクサーズもまた ABA から即戦力の獲得によって力をつけたチームであり、元 ABA の MVP ファイナル MVP。 得点王である、ドクター・ジェイコと、ジュリアス・アービングは NBA でもすぐに、エース格に収まった。セブンティー・シクサーズは、アービング、アービング遺跡前のセブンティー・シクサーズのエースであった、ジョージ・マクギニス、シックスマンだったワールドビーフリーラに引きられ、プレイオフも勝ち上がって3年ぶりに、ファイナルに進出した。レギュラーシーズン50勝と49勝、直接対決でも2勝2敗ずつと、 ファイナルは、実力白中のチーム同士の対決となった。第一戦、第一戦は、ジュリアス・アービングの目の覚めるようなスラムダンクから幕を開けた。アービングは33得点、プレイオフに入って活躍が目立つダグコリンズも30得点を記録して、107から101でセブンティー・シクサーズが、ブレイザーズを破った。チームが34ターンオーバーと大乱調に陥る。 中、ブレイザーズのビル・ウォルトンは28得点20、リバウンドと奮闘した。第2 0 0セブンティー・シクサーズがウォルトンを封じ込め、107から89、でセブンティー・シクサーズが圧勝。しかしこの試合で発生した乱闘事件は、ファイナルの行方を大きく左右した。すでに勝負が決した第4球残り5分、リバウンド争いのもつれから始まったブレイザーズの、 ボブグロスとセブンティー・シクサーズのダリル・ドーキンスの小競り合いは、ブレイザーズのモーリス・ルーカスがドーキンスを後ろから叩いたことで、あっという間に、両チームのベンチとコーチ陣が入り乱れた大乱闘へと発展した。ドーキンスとルーカスはすぐに退場処分が下され、さらに2500ドルの罰金が課せられた。二連敗を喫したブレイザーズだが、惨敗と乱闘によるフラストレーションは、 ブレイザーズの選手たちを奮起させることとなった。第3戦乱闘事件明け、第3戦の試合前、モーリス・ルーカスは、セブンティー・シクサーズのベンチに立ち寄り、ドーキンスと和解の握手を求めた。ドーキンスは心よく応じたが、この握手は、ブレイザーズの反撃の呪しであった。 この試合でブレイザーズはセブンティー・シクサーズに129から107の大差をつけ、第4球だけで42得点を記録するなど、セブンティー・シクサーズを打ちのめした。ルーカスは27得点12リバウンドを記録し、ビル・ウォルトンも20得点18リバウンド9アシストと活躍した。第4戦、セブンティー・シクサーズのジーンシュチ HC は、セブンティー・シクサーズのオフェンスが、 ダグコリンズのペリメーターからのシュートに頼りすぎていると分析し、ジョージ・マクギニスとコールドウェル・ジョーンズのインサイドコンビにボールを預ける戦術に変更した。しかしウォルトンが二人のシュートをことごとくブロックで封じると、序盤に17点のリードを奪ったブレイザーズが一度も追いつかれることなく、勝利を決めてしまった。第3球に、ブレイザーズは41得点を記録し、 ファイナル第4戦としては、史上最大点差となる130から98と、ブレイザーズの圧勝だった。乱闘事件以降、シリーズの流れは、完全にブレイザーズへと傾いていた。第5戦2勝2敗とシリーズをタイに戻された、セブンティー・シクサーズは、ブレイザーズの勢いを止めるべく、アービングの発案で、試合序盤から、ファウルゲームに打って出た。セブンティー・シクサーズは、 前半だけで22ファウルを犯したが、当時のブレイザーズには焼け石に水で、第3級にはまたもやブレイザーズに40得点も奪われ、第4球開始の時点で91から69と、早くも勝敗が決してしまった。第4級にはこの日37得点のアービングが、懸命の巻き返しを試みたが、大差を覆すには至らず、110から104で、 ブレイザーズが3連勝を決めた。この日ブレイザーズが記録した59リバウンド、48ディフェンシブリバウンドはチーム記録となり、ウォルトンの24リバウンドもチーム記録となった。第6戦6月3日の第5戦を勝利で終えたブレイザーズのメンバーはその日のうちに飛行機で移動を開始し、翌6月4日未明にポートランドの空港に到着したが、 まだ夜が明けない早朝4時30分の空港に降り立ったブレイザーズを迎えたのは5000人のファンだった。当時のブレイザーマニアの熱狂ぶりが伺える出来事である。地元の熱烈な声援に後押しされ優勝に大手をかけているブレイザーズは第22球に,にまたもや40得点するなど有利に試合を進めた。後半にはこの日40得点のジュリアス・アービングの活躍で セブンティー・シクサーズが猛追を見せ、残り18秒には、ジョージ・マクギニスの、ジャンプショットで109から107とその差2点まで、追いついた。さらにセブンティー・シクサーズは、執念のヘルドボールで、ジャンプボールをもぎ取り、ジャンパーのマクギニスが、ボブグロスに競り勝って、土壇場で同点のチャンスを得た。しかし、アービングのシュートは、外れ、さらにマクギニスのシュートも外れ、 この日23リバウンドを8ブロックのビル・ウォルトンがタップでボールをハーフラインまで押し戻した時点でブレイザーズの優勝を告げるブザーが鳴り響いた。ファイナル MVP に選ばれたウォルトンはコートから歓喜に沸く観客席に向かってジャージを投げた。初のプレイオフ出場で初優勝という快挙を成し遂げたブレイザーズには2つのトロフィーが贈与された。 これまでの優勝トロフィーは一年ごとに優勝チームから変換されていたが、このシーズンから毎年優勝したチームのために作られる、ラリー・オブライエントロフィーが新設されたため、2つのトロフィーが同時にブレイザーズに送られたのである。ウォルター・ブラウントロフィーはこのシーズン限りで廃止されるため、ブレイザーズは NBA 史上唯一2つの優勝トロフィーを同時に獲得した。 チームとなった。地元から熱狂的な支持を得て、ブレイザーマニアなる造語まで生み出したブレイザーズの人気はその後も続き、1990年代に入るまで、ホーム戦のシーズンチケットが毎年完売した。ブレイザーズも21世紀まで続く27年、連続プレイオフ進出という NBA 記録を打ち立てるが、優勝はこのシーズンのみとなっている。 一方、敗れたセブンティー・シクサーズは、リーグ有数の競合として、さらなる飛躍を見せるが、優勝には、あと一歩届かないシーズンが続く。ポートランドトレイル・ブレイザーズ4から2、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズファイナル MVP、ビル、ウォルトン・ポートランドトレイル・ブレイザーズヘッドコーチ、ジャック・ラムジー・コーキー・カール・ホーン、ジョニー・デービス、ボブ・グロス、ライオネル・ホリンズ・ロビン・ジョーンズ、モーリス・ルーカス、 ロイド・ニール、ラリー・スティール、デーブ・ツワー・ジク。ウォーリー・ウォーカー、ビル・ウォルトン・フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズ・ヘッド・コーチ、ジーン・シュー・ジョー・ブライアント、ハーベイ・キャッチ・シング・ダグ・コリンズ、ダリル・ドーキンス、マイク・ダイニー・ビー・ジュリアス・アービング、ロイド・フリー、テリー・ファーロー、コールド・ウェル・ジョーンズ、ジョージ・マクギニス・スティーブ・ミックス。ありがとうございます。